はいどうも皆さん、コロンくんです。さあ前回ですねマップ改築をしたんですけれども、ストプリマップねまだ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 終わらねえなという感じ進めている結果、まあちょっと日をまたいでですね完全に今寝起きプラスそこまでまだテンションが上がってないんだけれども、あと5分ぐらいしたらうるさくなる今でもうるさいから。いやここまでさ、せっかくなんだったら行きたいよね。いや今日で終わるかな、ちょっと怪しいところはあるけれども、まあとりあえずはできるところまで進めて、まあ見栄えよくね、ちょっとなんなら最終手段どっか削ればいいからバレねえバレねえ、誰も別にこれに関しては絶対にやってくださいねっていう信者はいないだろう。まあでもとりあえずできるところまで今日やっていきたいなと思います。時間もねちょっとね僕ね用事があるんで、本当に1時間でできるところまでで、やっていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。よし、じゃあ右のところからやるか。右に1234567、76ね、76ここからやっていきましょうか。いや難しいな、めっちゃ中途半端なんだけど。まあでもね前回コツをつかんだからもうあとはやるだけですよ。7枚ずつ作ればいいのね。7枚ずつやっていくか。いやマジで健康体な時間に起きてきたから意外と体調はいいんだけどめっちゃ眠いおもうそこら辺にたどり着いたな。まあここが1枚目なんで奥に進んでここからこっち側ぐらいから始めましょうか。まずは1枚目をドン、ここからやっていく。ここから7枚ずつ進んでいくよ。まあこれずっとやってても本当に作業芸になっちゃうから、今日は雑談マイクラやからサムネはそうやって書かないと、ちょっとねストプリマップ改築とかにしないと見栄えがちょっと悪いけれども、まあ大体雑談やからね。そうそうそう、そんなようなもんですよ。これからね やることがあるっていうか、1時間後にね何をするかっていうと別にねそれといってすごいものはないんだけど、まあとりあえずはちょっと体を動かしたいなっていう。最近さこの時期も、まあ、大体穏やかになってきたじゃないですか。穏やかというか解除されて、まあある程度のルールを守れば外でねちょっといろいろとやってもいいですよみたいな感じの、まあ、時期なんだけれども、そろそろ僕もね体力をつけないといけないから。そうなんよ、それこそライブとかねもうあるじゃん、ストプリのライブがあるから、それに向けてちょっと体力を作りたいなっていうので体を動かしに行きたいんだよね。そんなムキムキマッチョみたいにはならないけれども、ある程度は鍛えてさ強くなっとかないと倒れちゃう僕くーひょろひょろやから、ひょろひょろのひょろやからさ、そろそろ体力つけとかないとね。だから行きたいよいろいろと。あとちょっと脱毛とかも行ってるんだけど結構サボりがちだから、サボってるからちょっとやばい、さすがにそろそろ行かないと怒られるわ。お金も払ったからさ、脱毛にも行ってるから、そういうリアルな生活をちょっと充実させないと。まずいまずいっていうのでもう折り返し地点来ちゃったわ、そんなよくわからん雑談してたらえこれどこだ、これは下まで行ったから、こういう感じ行ったから次こっちか、こっち側に進んでさっき折り返しの7マス分作っていきましょう。みんなは変わらない生活を送っているのかい唐突な煽り、高度な煽りだな。まあみんなもほどほどに体力を作りながらやってかないとほんと倒れちゃうから。毎回さ萎えるんだよねこの昼とかにさ撮ったりすると、なんで僕マイクラやってんだろうってこれ毎回深夜ぐらいに撮ればいいのにさ、こんないい天気なのにもかかわらずなんで外出ないんだろうって。豚さんですらこんな楽しくマイクラで遊んでんのに、昼はやっぱりさ太陽の光をね浴びて、早めに今日はちゃちゃっともうマップを改築していくとしたら夕方とかになっちゃうよな。ジムとか早く行かないと行きたい、日の光を浴びたい、光合成したいよ。そんなこと言うてたらちょうどいい感じに全て揃ったね大体。よし家に帰るぞ。まあでもまだこれでもさそんなにあれだろうな、改築はマップ自体広がってない気がするな。あとこれを4往復ぐらいすれば多分うまくいきそうだけれども、あとみんなマジでやってくれてないっていうマイクラマジで進んでないよ、どうしちゃったの。逆にメンバーが何やってんのかめちゃめちゃ気になるんだけど、普段何してんだろうね。そんなにさ、まあライブの
準備もあるとはいえど、何やってんだろうな。まあでも結構メンバーはテレビとかね見てるから、そう映画とか。僕はそんなにね、やっぱ結構ゲームっ子だからあんまり見ないんだよな。あ、でもそれこそ最近見たのは、唯一ね動画で紹介したね、めちゃめちゃ流行ってるイカゲームっていうのを動画が終わってからちょっと見たいなっていうので全部見た。そう、最初から最後まで見て、普通にあれゲーム面白かったよ。あのドラマっぽいやつ、ぜひネットフリックスで。これもう案件じゃないんだけどね決して何ももらっていませんが、ちょっと普通に面白かったから、ぜひ皆さん見てみてください。全然なんかドラマとか映画見ない、テレビすらもあんまり見てない僕が唯一最近見たドラマだったから、もうあれ衝撃的やったな。めっちゃ良かったよ。そんな雑談も置いときながら、ちょっと揃えられたので集めて、よいしょ、貼っていきますか、どんどん。はい、こっから1個、あれこれで合ってるよね、大丈夫そう。はい、どんどんやっちゃって、はい、どんどんやっちゃって、つなげちゃって、はい、どんどんいっちゃって、はい、もうボン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 やっちゃって、はい、ボンボンやっちゃって、あ、すごい、おー、1列一気に集まった。もう1個の方もやっちゃうか。こういう感じで、え、なんか合ってないんだけど、どうしよう。え、これ合ってないの？あー、下から行ったのか。びっくりさせないで、怖いわ。そうだ、下から行ったんや、これ。なるほど、こっちだね。あー、繋がってるか。え、怖い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 。こういう感じだよな、多分な。で、次。あー、よかった。あ、オッケーオッケー、繋がった？大丈夫？心配にさせないで。よいしょ。あー、これで、はい、マップ改築した。オッケー、ナイス。お、でもだいぶこれが埋まればね、いい感じに。あと、ここのでかいところだな。ここ一気に片付ければ、あとは1回の2回で3回ぐらいでいけそうな気がする。いや、でもここからのやるのってむずくね。どうやっていこう、ちょっと悩むな。ここら辺から剥ぎ取って、ここの場所からスタートして、1,2,3,4,5、あ、ちょっとわかんないな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個、これ12個も入んの？マジか。これ12個分で、こっちも1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だよね。 OK、 24個取ってこよう。そしたらもうあと楽になるよ。いける、コロンならいける。この撮影終わらせるんや。その前にベッドで寝たいなと思います。このところ行くか。いや、もうどこだか、もうこれ場所わかんねえよ。え、怖いんだけど。まあ、近くに来たら銀色のね印が多分点滅されるけど、え、どこだろう。これを探すのも大変だな。あれ12で合ってるよね確か。あ、来た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 、ここら辺だ。まあね、花火があるから結構ひとっ飛びだからね。ああ、ついたついた。こういう感じで、あとはそうだよね、こっちに向かっていけばいいんだよね。こっちに12進んでいくと。やっていきますか。地図記載してどんどんやっちゃいましょう。これで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 ちょっと待って、多いんだけどこれ多くなっちゃった。え、もう本当だよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 え、やばい、多くなっちゃったよ。ちょっと1個飛ばしすぎた。やばい、戻らないと。これいらないよな確かな。じゃあここ破棄して、え、もうわかんない。そういうことやられるとさ、君わかんなくなるから下だよね。え、下？なんか食ってる。なんか今キツネさん絶対食べたよね、固形油って死んでたけど、小麦で。まあ、そんなのはええよ。え、どこだったっけ。オッケー、自分の録画画面今見直してきたわどうやったかなと思って。よいしょ。そしたらこっち下側に行くっぽい。下側に行って順に進めば、そのさっきの言ってたやつのマップが完成するということで、こっち行ってみますか。よかった、危ない。危うくね、そのまま上とかに進んでたらマジでこの時間泣いてるわ結構撮ってるよ。言うてもう30分ぐらいあっという間に撮り終えちゃった。時間経つのマジ早いんだよな、マイクラって。あと1本にするのがね、結構マジでコストかかるから。そう、なかなかね、僕の努力の結晶だよ、このマップの、ストプリマップは。よし、じゃあここでマップを順に進めていきましょう。こうやったから次はこっち側ですね。こっち側行きますか。
よし、これで全部終わったかな。はい、もうあとは帰るだけで大体のことはできそうな気がする。よいしょ、多分12個揃ってるんで、え、これで揃ってなかったら怖いな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 だよね。怖い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 。これ見ながら運転はね、一番やっちゃいけないことやからね。車運転、お、怖い怖い。ちょっとさ、全然早すぎて追いついていけない。チャンクがこっち側に飛んで、あ、ビーコンがある。まあ、ここはこれ分かりやすいな。はい、ということで着きましたね。じゃあもうやっていくか。最初のこれだけをはめて、あとはこうやってつなげていけばいいんだね。それじゃあどんどんはめていきたいなと思います。あれ、おかしいな。あ、つないであるよね。大丈夫だよね。ここはちょっと切れてるだけだよな。これ一回一回パズルになるのも怖いんだよね。よいしょ、ちゃんとはめてっていい感じにしてよ。で、こうしてこうしていいよ。ほいほい。おお、え、すごくない？さっきのシルカーボックスからまた取ってって、え、めっちゃ良くなるぞ。え、合わないんだけど、合ってるこれ？大丈夫？めっちゃ怖いんだが。これ大丈夫だよね、合ってるよね。で、こう、おお、いい感じいい感じ。どんどん並べてこう。ほい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 。いいよ、やっちゃってやっちゃって、並べちゃっていいよ。オッケー。おお、え、すごくない？もうあとさ、この列とここじゃん。え、めっちゃいい。終了が見えてきたぞ。じゃあ、あとはこっからスタートしてつなげちゃうか。いや、なんかこれ全部できると感動するだろうな。早くあの最高のマップの景色を、そしてみんなに驚かれたい。くあいつやってたね、やってストップリサーバーでもなんかやってるんだなっていうのを証明したいよ、僕は。早く、それじゃあはめていきますか。よいしょよいしょ。おー、はい、よいしょの、よいしょの、ほいっさ。あれあれ、なんか一個合わないぞ。一個なんだこりゃ。一個こっちに逆の同じ感じにしちゃったっけこれ。あー、こっちか。あれで、合ってるな。これはこれ違う。あれ、もう適当になんか作りすぎちゃった。やったか。あ、やったっけ。あー、よかったよかった、合わさった合わさった。まあ合わさればいいでしょう。で、じゃあ最後はこっちか。いや、難しい。ここのところまで行って4枚と1234進んだら1234、1234、8枚だね。もうちゃっちゃと終わらせるぞ。これがラストや。この頑張れ、いける、お前ならいける。負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて。やばい、でも花火がない、花火がない。めちゃめちゃ使ってるな。ちょっと取りに行かないと。さすがにね、最後歩きはやだよ。贅沢に帰りたいぜ。よし、じゃあラストスパートにかけて出発していきます。行くぞ行くぞ行くぞ。どこだろうな。マップ上がさ、山の氷だからここら辺だと思うんだけれども、まだつかないね。あー、ついたついた。で、ここで4マス分使ってあげると。いや、でも楽しみだな本当に。あれ全部できたら絶対綺麗だって。なんであれやりたいのかもよく分かってないからな。唐突にちょっとつなげたいなっていう経緯で、普通に気分でやっただけだからさ、マジで便利かって言われたら便利じゃないけど、全く何も使えないけどさ。まあでもやっぱりそこはね、インスタ映えを狙ってさ、そう、ストップリワールド発展したいじゃないですか。っていうので、そう、始めたのがきっかけなんだけれども、マジであれ役に立たない。むしろなくて全然いいってやつだけどな。まあ記念なんでね。え、待って、分かんなくなったんだけど。あれ、思ってたのが7から折り返ししないといけないんだよ。ちょっと僕やっちゃったかもしんない。7からこっちから折り返しだ。危ない危ない、ミスるところやったわ。こうやっていきますか。さあ、そろそろ、え、完成するんじゃないってか、これもう完成か。え、どうなんだろう。はい、ここまで来て、まあ一応ちょっと怖いから先の方まで進んで。でもこの雪見たよな。これで一体完成なのか。よっしゃ、ストプリハウスに戻りますか。どうなんだろう。ちょっと楽しみやなマジで。はい、どんどん行っちゃえ、どんどん行っちゃえよ。帰って帰って帰って。危ない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 。キープしながらね。空しか見えない、怖いよこれ。死んだら終わるからね。場所わかんなくなって死亡するのが一番ダサい。あ、来た来た来た、帰ってきたぞ。全部終わらしてきたぞ。あ、故郷に帰ってきました。これで完成することができるのか。はい、まずは1、はい、2、はい、3、はい、4で、あとは上の段。おー、これもう1枚いらなかった感じするわ。よいしょ、1、はい、2、おー、3。あ、届け、この思い。この思い届け。あー、でもあと1個や。ちょっと待って、記念すべき、さあ、ラストの地図でございます。よいしょ。で、おー、完成した。わ、完成だー。
完成したぞ。ちょっと邪魔だな、柱が。柱がすごく邪魔。これ取らないと。よし、取って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 。もういらないからこれ。もう二度と拡大しないよ、多分。終わったよ。ということで完成しました。これ看板も取ってさ、あれ、ちゃんと書こう。ストプリマップ完成って。ストプリ世界地図完成協力者リーム君カッコ2割。あ、できない。カッコ2割ができない。あとはコロンです。アピールちゃんと。あとはコロンです、アピールで。リーヌ君もすごい助かったからな。そう、ありがたいですね。っていう感じで。やった、完成したぞ。え、めっちゃいい感じじゃない？やばくないか。ちょっと朝になって見てみるか。よし、こんな感じでちょっと見てみましょう。全体図。おー、すごい。え、すごくないか？やば。これはえぐいだろう。いや、でもこうやって見ると全然あんまり改築してないんだな。ストプリの中心だけでさ、まだ見てないところいっぱいあったよ。ね、鎌倉といい。いや、すごい。改めていい冒険だったな。こんな感じで、ストプリマップ、あ、ストプリ世界地図完成しました。ありがとうございます。イエーイ。他にもね、なんかいろいろな、挑戦やっていくので、ぜひとも皆さん僕のチャンネル登録よろしくお願いいたします。いや、本当にすごい。これは映えるわ、映える。みんな喜んでくれるかな。ということで皆さんありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。僕はじゃあ体を動かしていきます。お出かけしないとおっかいもの。はい、おっかいもの。いや、なんか満足だいぶ、いや、いいな。だいぶ満足。これ作り終えて、うわ、あ、でもやばい、編集があった、最悪。うー、まだ続くんだ僕の作業は。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるのでフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。